い、アクアテンの寮でございます。公園部の方からね、方分の方に回りますよね。おそこそこ大きいよね。もっと小さい思ったけど、もうご飯工事終わってるよね。高さが15メートルぐらいあるね。自分でちょっとあるね。15メートルぐらいあるかね。この辺はね、ごう水入ってますけど、ちょっと水少ないかね。ちょっと天皇陵にしては規模が小さいかな。あの当時だったらもうちょっと大きかったかもしれないけどね。おお、ちょっと水入ってるね。はい、全方分の方でございます。出会い所がありますからね。国道175号でございます。サバ焼き給料はい、そうそう、じゃあこれが止めるとこないんでね、こう何回か来てんだけど、何年ぐらい、3年か4年しか来てないか。これが止められへんからね。何回もやってんのよ、量。はい、ありがとうございます。周りはね、住宅地でございますからね。回ってもね、住宅ばっかり。北側はまあまあ見えるけどね。で、後ろの公園もちょっと見えるけど。この南側はもうほとんど住宅街で回ったけどね、何も見えなかったね。はい、ありがとうございます。そしたら、甲府行ってみましょうか。先ほどちょうど横通ったんでね。ここから200m ぐらい、200m ぐらいあるかな、あと。200m 以上あるか。これが車が多いからね、ものすごくね、怖いのだ、175。これいつも走ってたんだけどね。歩いてみたら本当に怖いわ。ここ行けるよ。そこ城山北はまだ流せなあかんねんな。本当に止まらんからね、しかも車。危ない危ない。これ、こうみんな平気な顔して歩いてるんだけど、これ見やがろ、怖い。あまりの車がね、バンバン走ってるから、見やがるでしょ。ちょっと狭すぎるね。もう歩き始めてから40分くらい歩いとんね。40分以上か。一点何キロしかないんだしね。ここやな、ここから入るな。安寒天皇陵、皇后陵、春日山田陵。
うわ、相当あるね、これ。どれなんだよな。200、300メートルあるんじゃん、これ。ここではもともとね、前方後円墳があったようなこと聞いとんだけどね、今は方墳みたいになっとるんやけど、もっと先やったかね。これね、郵便局の駐車場でございます。このとこでよかったんやけどね、まだ先でございますか。これをまっすぐか、まっすぐ行きましょうか。ここは車で何回も横を通ってるんだけどね、一回来たかな、来たかな、一回、はい、お前来てました。もう完全な方向が前方向への形で、ね、なってないからね、そういうふうに聞いてないけどね、昔ね、何年か相当前やけど、山は残ってますかね。高屋寮、安官天の皇后寮ですね。はい、ありがとうございます。ちょっと入らせてもらおうか。あ、入られるのか。入りませんでした、ここまでがね。もう周りは全部住宅街でございます、すべて。はい、ありがとうございます。そしたら反対側回ってみましょうか。電池が持つかね、もうポカポカしてるんだけど、電池持たんやつな。一周ぐらい持ってくるでってね。ちょっとね、江戸から明治に決めてくれたのがちょっとおかしい情報いっぱいあるんでね、これどうなんだろうね。これは方墳だな、完全に方墳だよ。間違ったかな、わし聞いたの昔、前方後円墳で言われたんだけどね、間違ったかもしれんな。方墳でございます、これ見た感じはね。中が茂っとるからね、全然ね、全然わかりませんね、あれが、マウンドが。さっぱりわからないんですよね。いやー、マウンドの高さ全くわからんか。40メーターの60メーターぐらいかね、今感じで、目視で。かなり高いな、これ、これ。見える見える。やっと見えました。高さがね、これ10メートルぐらいあるね。おお、高いね。これ初めて見たね。この時来た時見て、この前もね、見たんやけど、わからないんだね。はい、マウンド見えました。ここから入られへんねんな。なんとか戻ったかね、電池。電池持ちましたね。ありがとうございました。安官天皇陵と皇后陵でございました。ありがとうございました。